この動画では横浜市の里親制度をご紹介いたします。横浜市で活動されている里親からのメッセージ、横浜市の里親制度のご紹介、里親制度 Q&A の3つのパートがございます。ぜひ最後までご覧ください。私たち子供がいなくて不妊治療をしていたんですけれども、それがうまくいかなかったというのがきっかけです。で、私はある程度年を取ったらもう当然子供はいるものだと思ってたんですけど、そうならなかったっていうことに、私はもう一生子供を持たない人生なんだっていう事実に直面するのが辛くて、里子とか養子の情報をこう闇雲に探し始めたというのが最初だったんです。ただ調べていくと、自分で子供を産んで育てることと里親養子をこう受け入れて育てるっていうことがかなり違う部分があるなっていうふうに思ってきました。ですので、そういうことであれば、私養育里親なんですけど、縁組里親でも養育里親でもきっと同じことなんだなっていうふうに考えるようになって、だったら養育里親の方が子供にとっては自然かなっていうふうに考えたので、養育里親を選んだっていうことがあります。最近子供が今中学校1年生で、小学校1年生の頃から受け入れたので6年ぐらい経ったんですけれども、最近私の身長を超えたんですよ。それで、あなたはこんなに大きくなって偉いね、大きくなったねって言うと、もうすごいニコニコってすごく嬉しそうに笑うんですよ。もうそれがとっても可愛くって、でその笑顔を作ってるのはちょっと私の力もあるかなって思えたりするのが、それはすごく嬉しいことですね。新しくこう子供と生活をする中で、やっぱりいろんなこう体験を、共有しながらですね、でお互いできたらみんなで喜んで、できなかったらみんなで悔しがって、でそういうそのいろんな感情だったり経験をやっぱり共有できるっていうところがやっぱすごく良かったなっていうふうに思いますね。特に最初の話で言うと、私たち大人2人の生活に慣れていたところに6歳の男の子が急に入ってくるっていう、その自分の空間の中に子供が入ってくるっていうことに最初はすごく戸惑いました。で、私仕事をしているんですけれど、子供を受け入れた最初の3ヶ月は休職してたんです。それでずっと家にいて子供と一緒の生活を送ってたんですが、それがもう本当にこうある段階から息苦しくなってしまって、もう本当にご飯も食べられないぐらい、なんかもう常にいっぱいいっぱいな気持ちになってしまって、3ヶ月の間に5キロぐらい痩せちゃったっていうことがありました。今はもうそんなこと全くないので、その時だけではあったんですが、そのことはすごく強烈な印象として覚えてます。これは子供の方になるんですけれど、地元の小学校に通い始めて、最初はやっぱり友達ができなかったというのもあるんですが、とても苦労している様子が見えました。それで学校でもこうお友達とうまくいかずに、ちょっと喧嘩になったりとか、物を投げてお友達を怪我させたりっていうことが割と頻繁にあって、でそのために学校から電話がかかってきて、で私たちが相手の親御さんに電話して、うちの子は大変申し訳ございませんっていうようなことをかなり何回も繰り返したっていうことが印象として残ってます。でもそうやって私たちが謝っている姿を見ることで、子供もこういうことやっちゃいけないんだっていうのが分かったみたいで、そういう時期、割と半年ぐらいでそういう時期が終わったのはとても良かったなというふうに思います。まあやっぱ子供だったり、やっぱり子供の成長を通してですね、やっぱり自分自身の世界の見方だったり社会の見方っていうのがやっぱりかなり広がったような感じがしますね。でやはり2人だけの生活だと、どうしても大人は2人なので、あまり気づかなかったことが、子供が来ることで、こんなこと、世の中こんな風になってるんだとか、例えば遊び場だったりもこんな風に今昔と違ってきてるんだというのが、やっぱり子供が行って初めて分かったというところがやっぱりあるということですね。であとはその2人よく話すんですけれども、やっぱり子供がいることで、またこの子供に関しての考え方だったり、意見っていうのをずっとずっと話しながら、よりその
パートナーのその考え方とかですね、人となりっていうのはよりこう深く知れるようになって、良かったなと思ってますね。里親になるっていうことに対しての責任感だったりとか、あとやっぱり不安っていうのがやっぱどうしてもあると思うんですね。で、そういうのはありながらも、まず一回こう講習を聞いてみようとかですね、経験談を聞いてみようっていう、まずアクションを最初に起こすっていうのが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思います。どうしても考えてだけだとなかなか先に進まないので、まず動いてみて、それから最終的にその講習を受けて里親になる、またはならないっていうのを判断は、そこでその過程の中でやっていけばいいので、まず最初にアクションを起こすのが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あとはそのどうしてもその里親制度だったりを知る中で、いろんなまた疑問だったり不安だったり出た時は、やっぱりその実際の里親経験者の方に直接こう質問を投げてみたり、でそういう中でだいぶこう払拭される部分っていうのはあると思うんですよ。で、あとそうですね、どうしても自分たちだけで抱え込まずに、やはりその困ったことがあったら、例えば他の里親さんに相談してみるとか、またはその自分の周りの、親族でもそうですし、近所付き合いもそうですし、職場でもそうですし、そういったところに素直に聞いていくっていうことが、周りからのそのサポートも得られると思いますし、あとはそのこの里親制度っていうのも、よりこの、なんていうか、そんな特別なことじゃないんだと。っていうことが周りにも伝わっていくと思うので、そういったところはオープンにいろんな方に頼っていっていいんじゃないのかなって思うので、あんまりこう気合い入れすぎずに肩の力を抜いてトライしてみるのがいいかなと思います。はい、私も行っていい里親をするっていうのはとってもやりがいのある仕事で、仕事というかやりがいのあることなので、おすすめしたいと思うんですけど、ぜひ考えておいていただきたいのは、どこかに自分の逃げ場所をも作っておくっていうことが大事かなというふうに思います。私は仕事をしているので、家では子供とこう時間を過ごすんですけれど、朝になったら会社に行って、全く頭を切り替えて自分に戻れるというか、そういう時間があることがすごく助けになりました。で、働いていない方でも、例えば何か自分が没頭できる趣味を持っておくとか、その完全に子供のことを考えなくても済む時間帯を、何か確保できる何かを持っておかれるというのはとても大事だと思うので、そこをぜひお勧めしたいと思います。結婚してから子供を持ちたいなっていうのはずっと思ってたんですけども、なかなかそれが叶わずいたところ、で子供を持つ、親になるっていうのは正直無理かなと思っていたんですが、たまたまこの里親という制度を知り、ちょっと興味を持ったということが発端です。で、ただ里親とはいえ親となることについてですね、子供とどう接していいかっていうのがそれまで経験がなかったということもあって、すごい最初は不安だったというところがあります。その里親研修の中で、子供の施設ですね、施設の中で研修を行う中で、自分なりの子供との接し方っていうのがですね、なんとなくつかめたということがあって、自分なりに自信がついたということで、これはやっていけるかなということで、里親に改めてチャレンジしようかなという決心が深まったと、そんな感じで里親になろうと思いました。子育てしたいっていう夢が叶って、親になることができたっていうことがすごく良かったです。もう子供と一緒に過ごす時間とか、何物にも代えがたいというか、子供の笑顔とか成長を見守っていけるっていうのがすごくいいことです。いいことだと思います。大変だったことはすごくいっぱいあるんですけど、まずうちに来て最初慣れるまでというか、安心してくれるまでの時間がすごくやっぱり大変で、いっぱい甘えてほしいなと思っても、なんていうか、最初からすっと素直には甘えてくれなくって、泣いたり怒ったり暴れたりみたいな、ちょっとこっちの反応を見てるっていうか、この人はどんな風に自分を大事にしてくれるのかな、じゃないですけど試されてるっていうか、そういう期間がちょっと大変だなと思います。
どうですか。やっぱりその子供をどこまで受け入れてかいいかみたいなところが、まあ、2人ともそれなりの考えはあると思うんですけど、その中でやっぱり日々迷うっていうことが、まあ、いっぱいあったかなと今思うと思います。まあ、試行錯誤の連続で、まあ、子供は日々同じような接し方をしていても反応が違ったりすることで、自分としても、まあ、その時は戸惑ったりするようなことがあるんですけど、まあ、それも長い間子供と一緒に生活していく中で、まあ、ちょっとずつここまで踏み込んでは大丈夫かなとか、ここはやめておこうかなみたいな、それも自分のペースで掴めてきたかなというふうに思っています。ただやっぱり里をこう受け入れてもう十何年になるんですけど、まあ、今でもそれで大丈夫かなっていうのは正直迷うようなところがあるんですけど、まあ、そういうのも含めて非常に充実した毎日が過ごせているかなというふうに思います。はい、安定して安心して過ごせる家庭を必要としている子どもと子どもを育てたいっていう家庭がマッチして、もう育てる方も子どもの方もお互いにこう幸せになれるっていうか、そういうところが魅力かなと思います。あとは里親同士のですね、コミュニティっていうんですか、その里親の仲間みたいなところで、まあ、日々の悩みであったり、まあなんとこと大変なんだよねっていうようなところを相談し合える相手がいるっていうのは、非常にこの里親制度の魅力なのかなというふうに思っております。またそのコミュニティであったり、まあ、もちろん行政の皆様からの支援であったり、そういったところでなんか子供をみんなで育てていけるっていうのは、まあ、何もなんか変えられない体験をできているのかなというふうに、であとは自分自身の成長にもつながっているのかなというのは日々感じているところです。はい、里をこう受け入れてですね、十何年経ってもう子供がいる生活が当たり前になってきています。で、私たちは2010年に里親登録をしてですね、それから里親活動を進めているんですけども、里親をやっていなかったらどうなってたのかなっていうのを思うと、もう想像がつかないぐらいです。ですので、まあ、里親を受け入れて、まあ、人生観が変わったというか生活もガラッと変わりましたし、そういったところで本当に貴重な体験ができているかなと思います。で、子どもも、まあ、おそらくそういう、まあ、私たちの家庭に来てもらってですね、ただ、まあ、充実した生活をしていると思いますし、そういったことをぜひこれから里親になろうかなって迷われている方にもぜひ踏み込んでいただいて、一緒に活動できたらいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。ここからは横浜市の里親制度についてご紹介をいたします。横浜市が求める里親像、はじめに横浜市が求める里親像をお伝えします。これは里親になる前も委託を受けた後も一貫して念頭に置いていただきたいことです。まず1つ目、子どもの権利を尊重し守る。これはいかなる時も子どもの命を守り、子どもを優先して生活すること。そして生みの親子の生活や価値観を尊重し、里親家庭の価値観を押し付けないことです。2つ目、子どもとの信頼関係を作る。里親に委託される子どもは、たとえ新生児であっても生みの親から引き継いだ途中からの養育となります。子ども自身のありのままを受け入れ、子どもの言動に共感応答すること、そして子どもが心地よく感じることができるような年齢に応じたスキンシップを通して信頼関係を築いていきます。一般的に特定の人との間に結ぶ情緒的な絆や特別な情緒的な結びつきなどのことを愛着と表現しますが、愛着は子どもの心と体の成長に非常に重要な要素であり、将来子どもが自立するための心の基礎となります。3つ目、里親の役割を理解し取り組む。里親養育は実親子の養育とは異なり、施設と同様に公的責任に基づく養育、社会的養護を家庭で実施するものであることを理解していただき、その子の養育方針について児童相談所や関係機関などと相談しながら一緒に育てていきます。4つ目、里親自身のことを知り子どものために変わることができる。
里親になると子供だけでなく里親自身の人生も大きく変わります。子供を育てることで自身の価値観と合わないこともあるかもしれません。そんな時に里親が自分自身の性格や価値観、考え方の傾向を知り、それらが子供やその将来に与える影響を常に考えること、また子供から教わり子供と共に育つ意識を持ち、自分自身を変化させることを厭わないしなやかな思考や対応が重要になります。里親制度の概要。里親制度の概要について説明します。里親とは保護者の病気や離婚、経済的事情など様々な理由から家庭で暮らすことができない児童を児童相談所の委託に基づいて自分の家庭に迎え入れ、愛情を込めて養育してくださる方のことを言います。里親制度は児童福祉法に基づいた子どものための制度です。子どもの状況に応じて子どもが必要とする期間、子どもを養育していただきます。子どもが欲しい大人のための制度ではないことを理解してください。次に里親の種別についてです。里親には主に次の2種類があります。一つ目は養育里親です。養子縁組を前提とせず保護者の下で生活できない子どもを養育する里親のことです。横浜市では養育里親の愛称を横浜ポートファミリーとしています。養育里親は実親との交流のある子どもや家庭引き取りを前提とした子どもを養育していただくことがほとんどです。委託にあたって児童相談所から子どもに関わる詳細な情報を共有させていただきます。子どもを受け入れる際には子どもが抱える家族背景までご理解の上受け入れることをお願いしています。養育期間は子どもが保護者のもとに帰れるまで、あるいは自立するまで、数ヶ月から数年と子どもの状況によって異なります。2つ目は養子縁組里親です。養子縁組を前提として子どもを養育する里親のことを言います。養子縁組里親に委託する子どもの多くは親がいないか実親がいるが養子縁組の同意が得られ特別養子縁組が可能かつ必要と児童相談所が判断した子どもです。特別養子縁組は家庭裁判所の審判で確定します。原則として離縁ができませんので実の親として責任を持って子どもを育てていただきます。この他に両親など子どもを養育する人が死亡・行方不明となった場合などに親族が子どもを養育する親族里親、虐待の影響などでより手厚いケアが必要な子どもを養育する専門里親があります。いずれの種別でも里親には子どものために実親の養育を補完する役割があります。特に近年ニーズが高まっているのは一時保護の担い手としての里親です。保護を必要とする子どものうち里親家庭で一時的に預かることが可能であると児童相談所が判断した子どもは里親へ一時保護を委託することもあります。一時保護所は2歳から18歳までの子どもが対象です。また一時保護所での保護中はこれまで通っていた学校に登校することができません。そのため里親への一時保護委託は事例1のような2歳未満の乳幼児や事例2のような中高生をお願いすることもあります。このように里親活動には長期の養育だけでなく短期的に子どもを預かる活動もあります。里親養育の目的、里親委託ガイドライン。こちらは里親委託推進を図るために国が定めている里親委託ガイドラインの中で示された里親養育の目的です。1は愛着関係の形成について書かれています。里親家庭は特定の大人と生活し生活の場も変わることがなく職員の移動などに影響されない強みがあります。
個別の関わりとなるので、安定した愛着関係を結びやすく、基本的信頼感を獲得することにつながります。丸2、丸3については、里親家庭では適切な家庭生活や健全な家庭モデルを体験することや、地域社会の中で必要な社会性を養うことができ、将来子ども自身が家庭生活を築く上でのモデルとなる経験を多くすることができます。一方、里親にとっても子どもとの生活を通じて新しい経験をし、子育ての喜びを感じられることと思います。ですが、途中からの養育となるため、子どもは里親が自分のことを受け止めてくれるかどうか不安になる時期もあります。例えば、極端な過食や拒食、一日中里親のそばを離れない、嘘をつくなどの大人を試すような行動をとることがあります。それらの行動に付き合う里親は心身ともに疲れ果ててしまいますが、この時期に子供を丸ごと受け止めていただくことで、信頼関係が築かれていきます。家族関係や地域社会との関係も変化してくるので、ご家族で話し合いを重ねることや、地域の方々にも里親制度を知っていただき、一緒に見守っていただくことが大切です。社会的養護の体系。里親制度の前提となる社会的養護の体系について説明いたします。国が定めている里親およびファミリーホーム養育指針では、社会的養護を、保護者の適切な養育を受けられない子どもを公的責任で社会的に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものであるとしています。社会的養護は大きく家庭養護と施設養護の2種類に分けられます。社会的養護の中で、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育することを家庭養護と言い、里親制度は家庭養護の一つとして位置づけられています。では実際に子どもたちはどのようなプロセスを経て里親制度にたどり着くのか、児童相談所がどのような支援を行っているかを説明します。子どもは一般には生みの親家族と暮らしていますが、家族が何らかの事情で子どもを養育できないとなった場合、まず親族や友人がサポートできないか考えます。それが難しい時は、できるだけその家族と地域で暮らせるよう、困難な部分について行政である区役所や児童相談所が支援します。しかし、各種のサービスを利用しても家庭での養育が困難となった場合、子どもを一時保護することがあります。一時保護をした場合にも、第一に家庭引き取りに向けた支援をしますが、それでも家庭引き取り困難となった場合には、児童相談所は里親委託や施設入所という社会的養護の利用について検討し、里親委託が適当だと判断された子どもが里親委託候補児童となります。実親が育てられないので養子に出したいという場合も、丁寧に意向を確認し、何らかの支援があれば出産や子育てができるのかを検討します。それでも実親が養子に出すことを望んだ場合には、養子縁組を前提とする里親委託の候補児童と判断し、マッチングできる里親を探します。里親への支援体制。最近では共働きのご夫妻からの相談も増えています。子供を養育する際には、ご夫妻のどちらかが一定期間養育に専念していただくことが望ましいとお伝えしていますが、親族の協力や保育園などの子育てサービスの利用などで補える可能性もあります。しかし、公的な制度だけでは全ての支援を賄うことは難しいため、里親自身の生活エリアで活用できる社会資源にはどのようなものがあるか、親族や友人などの協力を得られるかなどを改めて確認していただくことが大切です。その上で、ご自身にとって
どの年齢層の子どもなら受託ができるのか、養育できるのかなどを検討していただければと思います。里親への養育費の支給についてご説明いたします。支給内容は、丸1、里親手当、丸2、一般生活費、丸3、学費や医療費が支給されます。詳しくはお問い合わせください。横浜市では、里親養育包括支援事業を里親フォスタリング機関であるさくら未来に委託しています。里親になるためのご相談をお受けしていますので、詳しくはホームページをご覧ください。里親になるための要件。里親になるには一定の要件があります。具体的に主に5つの要件があります。1、心身ともに健康であること。身体面、精神面ともに健康であるかを健康診断書などにより確認します。治療中の疾患がある場合には通院、服薬などによりセルフケアコントロールできているかを確認します。2、要保護児童の養育についての理解および熱意、並びに児童に対する豊かな愛情を有していること、里親になりたい動機、里親としての養育方針などについて面接の中でお伺いします。3、経済的に困窮していないこと。里親委託費がなくても家計が健全に維持され、子どもの養育に支障がない程度にゆとりがあるか、源泉徴収票や確定申告書などにより確認いたします。4、横浜市が行う養育養子縁組里親研修を修了していること。横浜市の里親研修施設実習を受けていただくことが必要です。5、里親本人またはその同居人が次の結核事由に該当していないこと。児童福祉に関する法律により刑の執行中、執行猶予中でないことを刑罰証明書を取り寄せ確認させていただきます。その他、住環境、家庭環境として子どもを養育するのに適切な環境、必要なゆとりがあるか、家庭訪問により確認させていただきます。これらの要件は認定後も変わらない要件です。場合によっては認定・登録の取り消しもあります。要件の細かい部分は個別にご相談ください。里親認定までの流れはこの図の通りです。この動画を見ていただき、さらに詳しい内容を知りたいと思っていただけたら、お住まいのエリアを担当する児童相談所にご連絡をお願いします。研修の受講、実習の調整、審議会の日程などのほか、申請者のご都合などにより申請から認定までには時間がかかります。目安は申請から1年程度です。里親になることを具体的に検討される方へ、最初のステップとしてご案内する基礎研修はこのような内容で実施しています。各回に定員があるため、ご希望の日程を選択することができない可能性もあります。民間斡旋機関と児童相談所の違い。この表は民間斡旋機関と児童相談所の違いをお示ししたものです。児童相談所では養子縁組を伴わない委託や一時保護委託があり、また手数料などの負担はありません。民間斡旋機関では特別養子縁組の斡旋に特化しています。また申請の際に年齢制限をしているところもあります。児童相談所では里親の年齢制限はありません。これは大人のためではなく、子どもの多様なニーズに応えるためです。この表は民間斡旋機関、児童相談所のそれぞれの強みを示したものです。民間斡旋機関は匿名やオンラインなどを活用した相談が可能であるため、どうしたらよいのかと悩んでいる実親にとっては相談しやすいと言えます。
また全国規模の広域なマッチングであるため、委託までの期間が短いことも強みです。一方で児童相談所は子どもの権利を守るため、調査権限に基づき実親や里親調査を丁寧に行い、子どもの生い立ちの整理や子どもと里親の適正なマッチングに生かしています。またお住まいの地域に根ざして関係機関と連携しながら、顔の見える支援が長期間にわたりできることなども強みといえます。この制度説明や体験談などを聞いていただき、里親制度の概要をつかみ、児童相談所における制度の趣旨をご理解いただいた上で、児童相談所を通して里親になることについてご検討いただければと思います。民間についてはそれぞれの団体によって方針や支援内容などが異なるため、ご興味がある方はご自身でよく調べていただきますようお願いいたします。まとめ。最後にまとめとして一番お伝えしたいのは、里親制度は子どものための公的な制度ということです。児童福祉分野では現在施設擁護から家庭擁護への転換が図られています。里親には喜びと困難の両方が混在します。子どもを迎えることは家族に単に一人加わるということではなく、新たに夫婦関係、家族関係を作り直すことになりますので、大変なエネルギーが必要です。その反面、新しい家族が加わることで豊かで奥行きのある家族関係ができていきます。里親さん宅で生活する子どもたちが人との信頼関係を築き、さまざまな経験をして自分の人生を力強く歩んでいく力をつけるために、私たちと一緒にさまざまな事情を抱えた子どもたちを支え、家族の変容も楽しんでいただけたら幸いです。里親になりたいと前向きに思われた方は、まずご家族でどのような動機で里親になりたいのか、子どもをどのように育てていきたいのか、子どもを受けた後どのような協力体制が取れるのかなど、十分に話し合っていただければと思います。実施さんがいらっしゃる場合は、実施さんの理解や協力もとても重要です。またご両親などご親族にも説明していただき、制度の趣旨や内容を十分にご理解いただいた上でご協力をお願いいたします。里親制度 Q&A。 ここからは里親制度に対する Q&A をご紹介いたします。皆様からのよくある質問をまとめましたので、気になった方は参考にしていただけますようお願いいたします。
最後に、この動画が里親制度に興味関心を持つより多くの市民の方に見ていただけたらと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。